待しました。うまそう。ございまーす。あいちゃんきつかったね。距離地男性合唱団バスツアーにご参加いただきましてありがとうございます。今日はで戦争から翌々年に、イギリスに留学した少年たちの銅像です。おいしょ、おいしょとか言ってしょ。わお。だとかそういう話になってます。でちょうど今から、こうして天によって。で命を助けられたのだと思うようになりました。当時多分ここで亡くなられた方なんかこちらの方に祀られて、で今度はそのラゲ神父が明治38年に来た時にここに合葬したんだと思いますけどね。でこの散財していた時の墓、こちらの方が歴代の住職の墓になりますけど、この縦札があるところ任室地方がザビエルが日本に初めてキリスト教を伝えた時の住職で、この方とですねこの福祥寺で禅問答をしたらしいですね。でこの福祥寺も島津家の菩提寺なんですけど、宗派総統宗です。で長瀬さんここもやっぱり断交の跡になりまして、結構有名なのが私学校ばっかりなんですけど、ここにも実は残ってるっていうんですね。その人長崎にもいろいろあるかって根拠を置くか持ちって仲間じゃないですね。どうもありがとうございます。お父様お仕事、素晴らしい。遊んでばっかりいるんです。大嫌いです。私大嫌いです。もう素晴らしく、オランダ語でひいじいちゃん喋り出してます。で、成り諦めて、おっ、じいちゃんすげえってオランダ語で喋ってるんで、でシーボルトもビビったっていうですね、そういう方が実は重秀という方ですね。はい、ということでですね、長崎と一番長崎を見てる唯一の多分大名がですね、この重秀という方。この方はもう鹿児島で絶大。桜島見えてきましたよ。桜島がようやくなんとなく見えてまいりましたね。お祝いの音楽の花束を持ってまいりました。大いに発するして歌います。音楽で距離内の長崎の魅力を伝えたいなと思っております。いよいよ県外進出ですねって長崎の思い、距離内男性合唱団の皆さんの思い、必ず鹿児島の皆さんに伝わると思います。距離内男性合唱団は思いの伝道師ですから、私は思いこそが町を変えていくエネルギーなのだと思います。いつものように思いを乗せて歌ってくださいという、市長からの皆さんへのメールでございました。一応うちのメール代理でございますので、合唱団もですねあんま歌ったことはないんですけど1回ぐらいかなということで、アンコールよかでしょうか。ナポリ通りという通りがあるそうですけれども、まさに鹿児島にぴったりの曲を歌わせていただきます。オーソレミオでございます。
気持ちよく歌わせていただきました。ありがとうございました。よかったです。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。どうでしたか。お疲れ様でした。ありがとうございました。どうでした。よかったです。バッチリでした。どうでしたか。どうももうなんていうか、満足しました。いかがですか。お疲れ様でした。気持ちよかったです。気持ちよかったです。ありがとうございました。いいですね。力強くしてください。Oh.
というふうに思いました。音楽も言葉も歴史もつながってるなと思いました。ありがとうございます。